こんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら伊丹空港の横にあります伊丹スカイパークにやってまいりました。こちらですね、なんとね、もう後ろに今見えてるんですけど、伊丹空港の本当にすぐお隣の、飛行機がよく見える場所ということでね、ちょっと展望みたいな感じになってたり、あと公園があったりするところです。今ねちょっとね飛行機が降りてきたんですけど、もうほらすぐ横にこうやって飛行機を見ることができます。おーすごいねこんな感じでね、ここ地図もあるんですけど、今駐車場で、あといろいろね、こうスカイテラス展望施設、スカイウォークとかね、ダンダンテラスとかね、飛行機書いてあるね、そういろいろあるみたいなので、行ってみたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。冒険の丘だって、滑り台とかあるんだってよ、右側に。あー、ここちょっとやっぱ見やすい、高くなったからね。え、今さっきはね、やっぱこの目線と同じ高さで滑走路あったんですけど、よいしょ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 、みんな子供がいっぱい来てるね。よいしょよいしょおーチェックいいな、おーあーああ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 到着。いいね、飛行機見ながらできるのね。787だねえ、動いて、そう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 、あっちも動いてけ、ここ前ほら飛ぶよ、見てな見てな、おおスピード出てきた、おお、お、もうすごいね、おお、あ傾きが、おお、いた浮いた、ほら飛んだ飛んだ、ねえすごいね、今また目の前飛ぶよ。おぉぶーん、おぉおぉ、すごい、ちょうど目の前ぐらいで今ね、離陸したね。おぉすごいね、乗ってたらね、あんま分かんないもんね。よくそのうまく降りれるもんだよね。結構もうまっすぐなんだ、あの時点で。すごいすっと降りたね。アスレチックだよ、大きなキューブアドベンチャーだって。チェックは滑り台にしとこうか、一緒に滑る。はい、せーの、うわ結構急だよ。おお、あよかったよかった、上手上手、あよかったよかった。え、もう一回やるの、もう一回やるの、せーの、うわチクの方が早い、チクの方が早い。チク見て、すごいこれ。ほら出発と到着のそれぞれね、時刻が出てるんだ。で上に時計もあるから、ここで見てて、次はあれが行くんだとかね、次どれが来るんだとか、ほらもう到着済み、ゲートへお越しください。なるほどね。ここでこう飛行機乗る前に。見てる人もいるから、ちゃんとこういうの案内してくれるんだ。お、来た来た、いってらっしゃい、いってらっしゃい、おー、いってらっしゃい、おー、あははは、いってらっしゃい。チークほらすごい、見て、ここはね、千里川土手だって。うほほほ、飛行機が降りてくるね。
あのね、真下まで行けるみたいだよ、この土手歩いてたら。ね、行ってみようかね。お家がすごいね、ここ人いっぱいいるわ。おお、すごいよ。おお、まるで。音もすごい。迫力。すごい迫力。前のね、成田のね、桜の山公園もすごかったけど、ここはもっと近いんじゃない？お、来た？また来た。ブーン、来たわ。飛行機。そこの部分ね。楽しみだね。すごいね。すごいね。ということでですね、もう飛行機をね、かなり間近で降臨発着が見ることができて、さらにですね、まあ、スカイパークの方は遊具なんかもあって、もうほんと一日中ね、ね、そうお天気の日は遊んでられる場所なので、ぜひぜひ伊丹空港にお越しの際は皆さんこちらも来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、飛行機がたくさん見える伊丹スカイパークと千里川土手でした。ありがとうございます。あっちだよカメラ。ありがとうございます。